ヒンドゥカレンダーヒンドゥ歴、ヒンズゥー歴は、インドの伝統的な歴法の総称である。単陰対応歴に属するが、地域によって様々な変種がある。インド政府は1957年に、インド国定歴を制定した。インド国定歴は、伝統的な坂起源を暦元としており、また伝統的な単陰月の月名を用いているが、伝統的な歴法と異なって、純然たる。 太陽歴である。ヒンドゥー歴の計算根拠となる太陽や月の位置は12世紀以前は時間的に等分されていた。例えば太陽月は太陽年の長さを12等分したものだった。しかし現在では天文学的に計算された太陽や月の真の光景をもとに決定される。伝統的な暦は祭りの日付を知るために重要であり、毎年、 パンチャングと呼ばれる伝統的な暦が印刷される。現在使われているインドの伝統的な暦には、太陽暦も、太陰太陽暦もあるが、太陽暦が使われている地方でも、宗教的な目的では、太陰太陽暦が使われる。インドの太陰太陽暦では、太陽の王道上の位置をもとに決められる、太陽月と、作望月をもとに決められる、太陰月、太陰日を使用する。 太陽月は王道12宮と同様、王道の上を太陽が30度動くごとに変化する。例えば光景が0度から30度までは白陽宮に当たる。太陽月の長さは29日から32日の間になる。太陰月は1日から餅までを白分、餅から次の1日までを黒分と呼ぶ。一つの月を白分から始める方式をアマンタと呼び。 主に南インドで用いられる。黒文から始まる方式をプールニマンタと呼び、主に北インドとオリッサ州で用いられる。プールニマンタの月はアマンタよりも半月早く始まる。タイイン月の名称は最初のツ日の属する太陽月によって決定される。例えば太陽が創業宮にある時にツ日が起きれば、その月はチャイトラ月になる。 一つの太陽月に1日が2回起きる場合、最初の1日を含む月は四月と呼ばれ、純月に相当する。また、稀ではあるが一つの太陽月に1日が一度も含まれない場合もあり、この場合は一つ月が飛ばされる。退院日は月と太陽の光景の差によって、退院月を30等分したものを言う。15日が白分、15日が黒分に属し、 それぞれ1から15までの番号がついている。日の名前は、日の出時の退院月、白分、黒分、退院日の名称に従う。ある日が前日と同じ日付になる場合や、日付が一日飛ぶ場合がある。年始を退院月のどの月とするかは3種類があり、チャイトラ月から年が始まる方式が最も普通だが、アーシャーダ月から始まる方式や、カールティカ月から始まる方式もある。 月が黒分から始まる方式では、年初が茶ラ虎月の白分から始まるため、一つの月の途中から新しい年が始まることになる。暦元の取り方にも様々なものがあるが、現在は、釈迦期限とビクラマ期限の2種類が最もよく用いられる。また、期限を例として万で数える方式と、一年として数えで数える場合の2種類がある。例えば、 ビクラマ歴2050年の開始は、になる。サンスクリットの名称に従う。現代インド諸語では言語により、名称が異なる。一年を二ヶ月ずつの六季節に分けている。ありがとうございます。